春風薫る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。さあ最後は大外枠の桜千歳をゲートに入って体勢が整いました。さあ来ました、各馬揃って綺麗なスタート。さあ前に行くのはどの馬か。北斗ベガ前に行きそうです。ハイキブリザードそれに続いています。さらにはノーブル朝日連勝中のスタビライザー、その後ろバイオジョンヌ、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはノーブル朝日、その隣にスタビライザー、その横にハイキブリザード、その外にあらたまワンダー。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気の桜千歳王現在馬群の中ほどにつけています。山のキング前走から久々の競馬となりますがどうでしょうか。では前の方から見てみましょう。ノーブル朝日先手を取りました。そして大きく離れてスタビライザー、この位置です。その後ろからはハイキブリザード、その隣に山のキング。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ11番ノーブル朝日、2番手はスタビライザー、新玉ワンダー、3番手大外からピンクの帽子桜千歳を伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はノーブル朝日、間が空いてアンダーバンク、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ノーブル朝日先頭、差はほとんどない。ノーブル朝日さあ手応えはどうか。やはり桜千歳を先頭だ。桜千歳をさらに突き放します。山のブレード迫る桜千歳を、桜千歳を1着、2着にはどうやら山のブレード、桜千歳を1番人気に応える、見事な G1 勝利です。関西牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。おっとダンツダンサー、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に栄進三三入ってゲートイン完了です。さあ来ました。勢いよく飛び出したのはダンスパートナー山の女王、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく山の女王行きました。続いて前へ行くのはダービーキングダム、さらにはダンスパートナー11番創生館、その後ろフリークバトル、後方に控えました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前は創生館、ここで先頭が入れ替わりました。山の女王創生館2番手に控えました。栄進三三3番手ライデンリーダー、この位置から届くのかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は創生館、その隣からは栄進三三、内からはエッドエトワール、並んでエトワールヨーク、その隣からは山のルーズ、内からは山の女王、並んでダービーキングダム、ストリートスレーム続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は山のルーズ、差はほとんどない。懸命に追いすがります。ライデンリーダーいい足だ、ここから勝負をかけます。残り 200m 山の女王先頭だ。残り 100m 山の女王先頭、2番手は山のルーズ、山の女王ゴールイン、山の女王1着、2着にはどうやらライデンリーダー、見事に勝ちました。山の女王ライデンリーダー2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
先週の桜花賞に続き、今週は牡馬のクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠の橋の太夫、ゲートに入って体勢が整いました。さあ来ました、各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。橋の太夫前に行きそうです。ガッツポーラル、それに続いています。さらには3レイン朝日杯フューチュリティステークスの勝ち馬、成田キングオー、その後ろベストタイヤ、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはアップウィナー、その外から橋の太夫、その隣に前のトップガンサンドリバー、すぐ後ろオレンジの帽子エイシンミラクル、その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のジェニュイン現在先端に取り付いています。では前の方からアップウィナー先手を取りました。その外に橋の太夫、オレンジの帽子前のトップガン、その後ろその外に山野ノベル、その外からアドマイヤリーが 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはジェニュイン、さあ先頭は依然として12番ジェニュイン、2番手は山野ノベル、アップウィナー3番手、さあジェニュイン逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジェニュイン、間が空いて山野ノベル、離れて3レイン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジェニュイン先頭、後続とは半馬身以上の差、これはセーフティーリードか。2番手は成田キングオー、これは強い。2番手は成田キングオー、ジェニュイン今ゴールイン、段違いの強さです。ジェニー1着、2着は成田キングオー、ジェニー完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。